グランプリシリーズは中国大会、ロシア大会と2戦2勝、浅田真央と全く同じ成績で迎えたこのグランプリファイナル。ショートプログラムでは名とアン分かれました。この人がトップ。ただし浅田真央がものすごい得点をマークしてきました。さあ勝つのは浅田真央か、あるいはこの人が女王の座に君臨するのか。グランプリファイナル最後の演技者、韓国のキムヨナです。韓国キムヨナ、曲はミュージカルミスサイゴンより。昨日失敗した3回転3回転が最初に待っています。トリプルフリップ、トリプルトーループ、今日は鮮やか、すごいスピードできて、このスピードを殺さずに最後まで飛びました。トリプルループ、これは練習でも転倒していましたので少し不安があったかもしれません。どこまでこのミスを断ち切ることができるか。顔負けの演技をしますね。スパイラルもスピンも昨日は全てレベル4、最高得点です。ダブルアクセル、トリプルトーループ、これも綺麗に決まりました。そして独創性あふれるスピン、これも綺麗に決まりました。トリプルサルコ、昨年までは少し一つの失敗を引きずる傾向があったんですけれども、はい、今シーズンはそれが全くありませんね。表情や仕草だけではなくて精神的にもぐっと大人になってきましたキムヨナ。シーズンを戦うごとにレベルを上げてきたステップ。イナバウアからダブルアクセルは軽々決まりました。最後のジャンプを決めました。ジャンプのミスを引きずりませんでした。素晴らしい演技に自分自身もうなずきました。
ミスがあっただけにその後が見事でしたね。本当そうですね。やはり転倒ですと少しずつタイミングが狂っていくはずなんですけれども、それがなく見事に最後まで素晴らしい演技を見せてくれました。いや松岡さん、本当に素晴らしい戦いになりましたね。これは戦いもそうですがね、本当にあのキム・ヨナさんは精神的にも強いし、いい演技ですねこれは、うん、荒川さん。そうですね、うん、もう一番最初に浅田真央選手が出している得点を、はい、薄々でもう気づいているはずですからね、うん、やはりどんな演技をしたかっていうのはもうそれは自分のコントロールの中だけに、やはりうまく今シーズンは精神面でも強くなってきているなというのを感じます。でこの最初のジャンプなんですけれども、はい、3回転3回転最初にすごいスピードできたなと思ったんですけども、それをうまくコントロールしてジャンプ飛ぶ力に変えました。これは大いにプラスをもらえる要素になります。あのスピードと高さと表現力のあるジャンプって気がしますが、本当そうですね、全てにおいて質が高いなというふうに感じます。さあこのジャンプトリプルベッツ、うん、非常に最後まで強く美しく見せてくれましたね、はい。でもあの去年グランプリファイナル勝ちましてね、その時に彼女の言った言葉が、私の実力で勝てたんじゃないと、周りがミスをしたから勝てたっていうコメントを残しました。でも今年は本当に実力をつけて帰ってきたと思うんですが。本当そうですね、自分の力でここまで勝ち上がってきましたからね。まあこれは本人もにこやかにうなずきましたが、戦い勝負は別にして素晴らしい演技を見せてくれました。ああこれはもうお互いに納得のいく演技。さあ得点です。 72.25 という技術点は浅田真央には 1.1 及びません。演技構成点 60.96、 こちらは浅田真央を上回ってきました。転倒による1点の減点はありますが 132.21 という得点、この得点があれば合計得点がまもなく発表になりますが、浅田真央を上回ります。右手を上げて喜んだ。196.83、素晴らしい得点を見せましたキム・ヨナ。やはり最後は一騎打ち、そして17歳の2人の天才、勝ったのはキム・ヨナ、そして敗れはしましたが見事な演技を見せました浅田真央。なんとも印象に残る素晴らしい大会になりました。いや素晴らしいですね。やはりライバルがいるってお互いを強くしますね。キム・ヨナ2連覇なりました、浅田真央は銀メダルです。